ロタは、スペイン・アンダルシア州カディス県のムニシピオ。チピオナ、サンルー・カルデバラメーダ及びエル・プエルト・デ・サンタ・マリアと接している。ポルトガルとジブラルタルとの間のほぼ中間に一致している。カディス県の県とカディスは、カディス湾を挟んだ対岸に位置している。ルナ城の中庭ロタ周辺には、青銅器時代から定住地があったことがわかっている。 現在のロタの街の基礎はカディスができたのと同時期フェニキア人によって作られた。後にパルテスソス帝国の都市として知られるアスタロスはロタのことを指しているとされる。ローマ時代には都市の名はスペクルムロタへとされた。ムーア人支配が始まると都市はラビタルッタというアラビア語名となった。1248年以降、徐々にムーア人は キリスト教国軍によって駆逐されていった。1295年より、ルナ城の建設が始まったが、これはロタが地中海の入り口に面した沿岸の要衝であるためだった。1297年、カスティーリサンチョ4世は、タリファをムーア人攻撃から守り切ったアロンソペレスグスマンに、その褒美としてロタの町を与えた。中世の間、ロタは、 大北アフリカ貿易のため栄えたが、16世紀には二度国死病の大流行に襲われた。カルロス2世死後に起きたスペイン継承戦争では、1702年にイングランド・オランダ連合艦隊の攻撃を受けた。1780年、長くロタ領主であったアルコスクゲが断絶したため、遠跡のオスナクゲが新領主となった。現在のロタは、主として、 ヨーロッパからの観光客が集まるリゾート地である。観光期が終わると漁業を中心とした商業都市となる。1955年よりスペイン海軍とアメリカ海軍とが共同で使用するロダ海軍基地が設置されている。この海軍基地は常にアメリカ艦隊が地中海へ入る直前の最初の寄港地となっている。ありがとうございます。